県内はこの後警報級の大雨が降る見込みです。線状降水帯が発生して災害が起きる可能性が高まる恐れもあります。県内は南からの湿った空気が大量に流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定になっています。このため気象台は線状降水帯が発生して災害が起きる恐れが急激に高まる可能性があるとして警戒を呼びかけています。今後1時間に60ミリの非常に激しい雨が予想されていて、降り始めからの雨量も多いところで350ミリに達する見込みです。また JR 東海は午後6時ごろから東海道線の熱海豊橋間と身延線御殿場線の本数を減らして運行すると発表しました。